さん山口組すすごいっすね僕も調べちゃいましたよ。マジかみたいな <laughs>。で、調べたら、久保さん、ネットでね、ヤフーの知恵袋かな。あの、山口組がなんか、8兆円とか9兆円上げてるらしいんですけど、何やってんすかみたいなねヤフーの知恵袋にも質問がありましたね <laughs>。それ気になりますよね。ない、えみたいなになりますよね。そんな利益出してんのみたいなね。すごいっすね。な、ねえ。 いやー、ちょっとびっくりですね。うん、はい。まあ、まあ、今暴力団の棒にしましょうか。はい。まあ、あのー、暴力団入りますよ。まあ、そうは言っても。<laughs> 僕はしろ暴力団入らないので <laughs>。まあ、自分で商売、な、なんだろうな。うん、暴力団ってなんで暴力なんだろうな。暴力を振るって金稼ぐっていう意味で暴力団になった。暴,暴力が多いからですかね。わかんないですけど。 うん、まあ、あの、お金を稼ぐ上でね、まあ、あの、銀行強盗するとか、コンビニのレジ盗むとか、その、暴力さかざしてね、かつ上げするとかね、いろいろありますけど、まあ、あの、YouTube で発信しとけば、あの、商売できますので、別にその暴力使わなくても、脅さなくても、お金は稼げます。てか、まあ、あの僕は、ずっとこのネットを見てるんですけども、最近ですよ、最近はちゃんとやってれば、ちゃんと稼げます。 てか、これからの時代は、ちゃんとやってる人が勝てるっていう風に、僕は、え、感じてきましたね。なんか、昔は小手先のテクニックとか、ですかね、うん、ま、いろいろあったんですけど、まあ、あ o u あの、Google のね、グーグルの方針も、a d セ s e n s e の方針も変わったんですよ。昔は、好きなことを、キャッチコピーがね、昔はアドセンスのキャッチコピーが、好きなことを収益に、みたいな感じだったんですよ。でも、今は、コンテンツ第一なんですよ。 コンテンツ第一みたいに。まあこれ、アドセンスのホームページのキャッチコピー変わったんですよね。うん。だからその中身なんですよ。要は、その人の、だから、まあコンテンツ、まあそこで何を話してるのかなんですよね。だから久保さんとか僕は再生数少ないんだけど、そのコンテンツ、要は中身。あ、この人はさすがにまあ、ちゃんとやってくれるな、みたいな。なんかその、まあ真面目にやってるんで一応ね。<laughs> お客さんに対応してるし。だからまあ、 ま、再生数は少ないですけど、まあ、しっかり売ってますよね。うん。だから真面目にやれば売れますよ、今は。だから、なんかね、昔はなんか真面目がバカを見るみたいな感じですけど、あの、今は真面目が金を得るっていうね。<laughs> 真面目にやっとけばいいっていう。だって、ね、万長者合宿でもよく話しますけど、みんな辞めていくしね、そもそも。 真面目に続けるだけでも勝てるし <laughs>。真面目にやっときゃいいんですよ。続けるっていうことも真面目のうちに入ると思うんですけど。真面目にこれからもやります。やるべきことを <laughs>。言ってらっしゃい。